4月から6月の実質 GDP 国内総生産の改定値はマイナス 1.2% で、速報値から上方修正されたものの、設備投資はマイナス幅が広がりました。まだ弱い部分ですね、投資についてですね、官民対話で共通認識を持っていきたいと思いますが、しっかり背中をですね、押していきたい。内閣府によりますと、GDP 成長率の改定値は 1.2% のマイナスで、速報値から 0.4 ポイント上方修正されました。個人消費はマイナスですが、自動車や飲料で 0.1 ポイント回復したほか、原材料などの在庫が増えたことが要因です。一方、設備投資は 0.8 ポイント下方修正されていて、政府はこの秋の官民対話で民間企業に設備投資を呼びかける考えです。